アレッサンドロ・クレシェンツィは、イタリアラツィオ州マリーの出身のサッカー選手。US クレモネーゼ所属。ポジションは DF。a s ローマのプリマベーラ出身で、2009年5月に17歳でトップチームデビュー。もともとは、右サイド専門だったが、当時の下部組織の監督であったアンドレア、ストラマッチョーニに、左サイドにコンバートされ、評価を確立させた。 ローマでのリーグ戦出場は1試合のみで、翌2009から10シーズンからは、セリエ B の各クラブへのレンタルで経験を積み重ねている。2012から13シーズンは、セリエ A に昇格したデルフィーのペスカーラ1936へレンタル移籍したものの、アントニオ・バルザーノの厚い壁に阻まれ、コッパイタリアのみの出場に止まった。二千十三年一月十五日、ノバーラ・カルチョへ、 レンタル遺跡。2015から16シーズンは、ペスカーラにシーズンローンの形で復帰すると、翌シーズンより300万ユーロの遺跡金で、同クラブへ完全遺跡となった。2018年7月13日、エラスベローナ FC に遺跡した。2020年1月28日、US クレモネーゼに2019-20、シーズン終了までのローン遺跡で加入したことが、発表された。 各アンダー世代のイタリア代表に選出されており、2011年には、トゥーロン国際トーナメントに出場している。エースバーリに加入して間もない2011年8月、チームでの食事中に、同僚のサルバトーレ・マジエロと、ズデニエクズ・ラーマルが口論を始めるとこれに巻き込まれ、割れた皿で腕を40針を縫う、大怪我を負った。その後、マジエロは、クラブから解雇された。 ありがとうございます。